ブリストル603ブリストルカーズはイギリスの高級車メーカーである。モーガンと同じく数少ない純イギリス資本の自動車メーカーの一つ。イングランド西部ブリストル郊外のフィルトンに製造拠点を置き、ロンドンのケンジントンに唯一のディーラーを構えている。生産台数は現在公表されていないが、年間に生産される車はごくわずかである。派手さや、 豪華さが重視される高級車市場において実用性の高い、控えめな車を製造しているため、イギリス人でさえ知らない場合が多い。しかしこの個性に惹かれたファンも多く、イギリスの高級車市場では独自のポジションを築いている。また乗り手に合わせた足回りの調整、高度なメンテナンス体制などは評価が高い。広告を全く出さないことでも知られており、つい最近まで。 マスメディア向け広報車なども存在しなかった。ブリストル400、ブリストル410、ブリストル411、ブリストルファイター、ブリストル車を特徴づける、フェンダー内蔵式、スペアタイヤ1945年戦後、ブリストルエアロプレーン車は、余剰人員の活用のために、フレーザーナッシュ車の生産と、戦前のイギリスにおける BMW、インポーターであった AF、AFN 業務提携を結び自動車生産の計画を立てる。1945年7月、BAC は自動車部門を新設し、AFN 社を買収した。なお提携後の BAC の代表であった H.J. アルディントンは、イギリス軍とのつながりを利用して、爆撃されたドイツミュヘン編の BMW 工場を戦後数回にわたり訪れており、1945年に、 BMW 車を再度イギリスに持ち込む計画を立て、BMW のチーフエンジニアであったフリッツ・フィードラーを雇用している。そうして、ブリストル最初の乗用車、ブリストル400のプロトタイプが1946年に作られ、翌年のジュネーブ賞に登場する。このモデルは、BMW326 をベースとしており、BMW 車の特徴である。 キドニーグリルもそのまま付けられており、このデザインはその後に登場するブリストル四百一、ブリストル四百二、ブリストル四百三と採用され続け、九百五十三年に登場したブリストル四百四で初めて独自のデザインが採用された。九百六十一年登場のブリストル四百七からそのエンジンに従来の BMW 自家六オフエンジンに代わって、 クライスラー製 V8 エンジンを使用している。歴代のブリストル車は伝統的に極めて保守的かつパーソナル志向の強い2ドアクーペを中心とした GT カーである。2004年に発売されたブリストルファイターはダッチバイパーと同じクライスラー V10 を搭載するスーパーカーである。個性的なガルーイングドアを持つ。標準モデルで532馬力をマーク ターボ仕様のファイター T に至っては、ブガッティ・ベイロンを上回る1012馬力に達し、これは市販車では最高クラスの数値である。2011年3月3日、破産管罪人の管理下に入り、22名の従業員が解雇されたと発表された。翌月21日にはスイスに拠点を置くかむコルプ、アウトクラフト社に買収された。なお同社は、電気自動車や、 ハイブリッドカーの設計で世界をリードするフレーザーナッシュリサーチを所有しており、ブリストルカーズは65年ぶりにフレーザーナッシュグループとの関係が復活することとなった。ありがとうございます。